笹川博義は、日本の政治家、実業家、自由民主党所属の衆議院議員、環境副大臣、環境大臣政務官、大和発動機社長を歴任。元日本船舶振興会会長、笹川良一の孫。父は、自民党総務会長などを務めた元衆議院議員の笹川隆笹川洋平は叔父、東京都出身。 笹川隆の三男、また笹川良一の孫の一人、明治大学附属中野高等学校卒業、明治大学政治経済学部中退。趣味は、映画鑑賞、ガーデニング、読書。好きな言葉は、広く、人々を愛し、争い事は好まないという意味の言葉である、県愛飛行。新進党に入党し、 1996年の第41回衆議院議員総選挙に、群馬3区から出馬して落選。その後自由民主党に移籍し、2000年の第42回衆議院議員総選挙の比例北関東ブロック、2004年の第20回参議院、議員通常選挙の比例区に出馬するもともに、落選した。2007年の群馬県議会議員選挙に、 大田市選挙区から出馬し初当選。2期連続トップ当選。2012年1月5日、自民党群馬県連が実施した群馬三区市部長の公募で選ばれた清水正義大田市長が次期衆院選への出馬を見送ることを表明。自民党群馬県連は群馬三区市部長の再公募を実施し、笹川は再公募に応募した。選考の結果、 最高墓に応じた8名の中から笹川が選ばれた。同年2月29日、自民党本部は、選対役員会で笹川を、同等群馬三区支部長にすることを正式に決定した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に立候補するため、同年11月19日付で、県議会議員を辞職。 同選挙では1996年と同じ群馬3区から立候補し、初当選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で再選。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣にて、竹部新衆議院議員と共に、環境大臣政務官に就任。 同年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で参戦。同年11月2日、第4次安倍内閣にて環境大臣政務官に再任。2019年1月、自民党群馬県連会長代行に就任。2020年9月18日、菅義偉内閣にて堀内翔子衆議院議員とともに環境副大臣に就任。 2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で4選。ありがとうございます。